こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。2023年になりまして、私もヘッドホンの方をいろいろ普段から聞き比べているんですけれども、最近ちょっとまたですね、私の普段使っているヘッドホンラインナップが変わってきましたので、2023年版私の使っているヘッドホンをご紹介していきたいと思います。まあ、これを撮るきっかけになったのがですね、先日の動画でも紹介しましたこのモジョ2というヘッドホンアンプ、こちら動画撮るときにですね、この同じ代理店さんが取り扱っていますウルトラゾーンのシグネチャーマスターっていうんですかね、こちらのヘッドホンをお借りしたんですね。これ以前聞いたことあったんですけど、自分のスタジオで聞いてみたらちょっと全然印象が違ったんですよ。であれと思って、こんな良かったっけなと思ったんですよね。でいろいろ聞き比べて、でこれを導入しようということになりました。で今現在のヘッドホンのラインナップ、うちのスタジオはですね、このソニーの MDR-CD900ST ですね、こちらはプレイヤーさんのですねモニターヘッドホンとして一番数多く持ってますね。8個か9個ぐらいうちのスタジオにありまして、これが演奏用の標準という感じで持ってます。で私はあまりミックスとかには使わなくて、たまにチェックでこれで聞いたらどうなのかっていうので使うぐらいですね。であと、まあ、後継機種と言っていいのか分かんないんですけど、ソニーの MDR-M1ST ですね、いつも動画で紹介してますので、まあ、ご存知の方は私のお気に入りだということが分かると思うんですけれども、これはですねレコーディングにも主に使ってますし、私のモニターのヘッドホンとしてミックスする時の確認用のヘッドホンとしてもすごく使ってます。まあ、というのもこれのそのタイミング精度の良さに惚れてしまいまして、周波数バランス的にはちょっと広域落ちてるなって感じはするんですが、そのなんかレスポンスの良さみたいなところでこれをちょっと基準に耳を鍛えようかなって思ったっていうのがあるんですよね。あとはですね、私のお気に入りのヘッドホン、オーストリアンオーディオのハイ X65 というヘッドホンですね。多分私の使ってる中でこれが一番使用頻度が高いかなという感じです。こちらの MDR-M1ST と比べると非常にくっきりクリーンに聞こえる感じしますね。高音もですね割としっかり聞こえるタイプです。やはりこちらもこのタイミング精度がすごく高いなと思ってます。それでいて低音もしっかり下まで伸びてるんですよね。過度に低音を膨らましてるんじゃなくて、すごくすっきりしているのに低音がしっかり伸びてるってところが非常に魅力的なヘッドホンです。なのでレコーディング時には使わないんですけど、ミックスする時とか音源をチェックしなきゃいけない時なんかは結構これを信用して使っています。まあ、それで今回このウルトラゾーンのシグネチャーマスターですね、こちらがパッと聞いた瞬間もちろんいいって思ったっていうのもあるんですけど、どこがいいのかなっていう部分ですね、こちらお話したいと思うんですけど、この M1ST の好きなところ、低音の量感がしっかり分かるヘッドホンとして私はすごい気に入っていて、でも高音のロールオフする感じがどうかなっていうところがあったところでこれなんですよ。低音がしっかり聞こえてるんだけど高域もしっかり聞こえてくる、なんかそのバランス感が、あ、なんか M1ST の悪いところをちょっと解決したなっていう感じがして、あ、これはって思っちゃったんですよ。というのと、あとここにあるヘッドホンの中で唯一これが違ったところ、なんかスピーカーで聞いてるみたいな感じがするんですよ。ヘッドホンって耳のこの両サイドから聞こえてくるじゃないですか。この両サイドから聞こえてくるって感覚がすごいあるんですけど、これなんか音像がちょっと前から聞こえてくる感じがするっていう、これはヘッドホンとしてどうなのということもあるかもしれませんが、なんか聞いた時のそういう違和感がなくて、まあ、よくレビューとかでも書かれてるんですけど、ラージスピーカーで聞いてるみたいな感じがするっていうレビューがあるんですね。それ、あ、なんかごもっともだなと思いました。まさにそういう感じがしますね。まあ、こういう感じで、ここにはないんですけれども、開放型のヘッドホンだとノイマンの NDH30 というのがありまして、これこの前動画で紹介してますけれども、これは私の中でも欲しいヘッドホンなんですよね。そのレコーディング中に使ったりとかできないヘッドホンなんだけれども、まあ、ミックスのチェックしたりとかリスニング用で使ったりっていうことですね。そういうのにはすごく良かったなと思って、あれはいつかちゃんと買いたいヘッドホンだなという感じですね。こうしてみると密閉型と開放型っていうのを単純に用途で使い分けてるんですけれども、ただ音の音質だけで見たらどっちがいいのかっていうのが、ちょっと前までは開放型の方が音だけで見たら、別にその周りに音が漏れてもいい環境で使うのであれば開放型の方が絶対いい音でちゃんと空気感もあってモニターとしてはすごくいいって思ってたんですけど、
このシグネチャーマスター使ったらそうでもないなっていう気もしてきちゃって、もう大混乱ですね本当に。あの難しいところがそもそもなんですけど、つけ心地、この M1ST とか CD900 って正直あんまりつけ心地好きじゃないんですよ。でこのオーストリアンのハイ X65、 こちらもですね意外とここの耳のかぶさるところがですね深く作られていて、まあ、耳が大きい方でも入るようになってると思うんですけど、これが若干深すぎるなって思うところもあるんですよね。なので私はこれ使うときはこのようにかぶせたときにちょっとこう両脇押さえて近づけて聞いてることも多いです。なんかこのちょっと押してへこましてるぐらいの方が距離感的にはいいなって思ったりして、まあ、もしこの専用のイヤーパッド作れるんだったらもうちょい浅いの作ってもらいたいなっていう感じですよね。だからこういう物理的な付け心地の部分っていうのもありますよね。というわけで今日ここにあるヘッドホンは私が本当にお気に入りで使ってるものということで、はい、こちら番外編としてですねスーパーラックスっていうんですかね、このメーカー見た目がアーカーゲーの K271 とか272とかに似てるんですけど、そっくりなんですよね。完全にパクってますよね。でこのヘッドホン型番は HD681B と書いてありますね。なんかこの681のなんとかっていう種類がいくつかあるらしいんですよ。で私が買ったのたまたま B だったんですけど、これ 3,4,000 円で買いました。 3,4,000 円で買えるヘッドホンだけどなかなかいいじゃんっていう話題になってですね。でこれはあの確かにその周波数バランス的にはすごくいい感じなんですよ。ただ音がいいかって言ったら、まあ、やっぱり良くないんですよね。全然その聞いてて気持ちいい音でもないし、この作りもなんていうんですかね、ちょっと軽いというか、アーカーゲーの本家と比べてもちょっとチャチいんですよね、なんか、まあ、なので下手にイヤホンとかで低音がよく分かんない状態で聞いたりっていうよりかはこれで聞いた方が確かに正確だなという気はしますが、例えばあの私のこの持ってる個体なんかは LR の差があるんですよね。多分ちょっとそこまで精密には作られてないんだろうと思うんですよ。この LR のズレがあるのが気になっちゃって、まあ、正確なモニターとしては使えないかなという感じですね。まあ、でも 3,4,000円で買えるんだったらっていう、そういうレベルで見ればすごくいいヘッドホンだと思いました。チェックする時のいくつかあるヘッドホンのうちの一つとしてはいいかもしれないですね。というわけでですね、いろいろヘッドホンありますが、まだまだスタジオで試してみたいなって思ってるヘッドホンもあるんですよ。あの以前からお話してますけれども、フォーカルのクリア MG プロとか、あの辺の超高級ヘッドホンなんかもここでは聞いたことないだけど、お店とかで視聴させてもらって、でその視聴するたびにやっぱりヘッドホンアンプによっては全然聞こえ方が違うので、以前思ってた感想とこうひっくり返ることがあるんですよね。フォーカルのクリア MG プロもそうで、この前聞いた時はあなんか結構いいかもってやっぱり思っちゃったんですよね。機材の評価ってやっぱり難しいです。一回ダメだと思っても、もしかしたら環境違ったら感想が全く180度変わる可能性があるってことを、まあ、私は学びましたね。というわけで今日は私のお気に入りのヘッドホン2023年版としてのお話でした。今日もご視聴ありがとうございました。